阪神来期の選手会長に中野拓夢、副会長に湯浅敦樹、阪神は30日来期の選手会役員を発表した。新選手会長には中野が就任、近本から引き継ぎ、優勝した後っていうことでさらに注目も高まることになるのかなと思うんですけど、自分のやるべきことをしっかりとやっていこうかなと思っていますとコメントした。来期プロ6年目の湯浅が副会長として支える。去年も選手会は入っていましたけど、去年より中野さんをしっかり助けながらプレーでもしっかり、年下も増えてきたので引っ張っていけるように頑張りたいと意気込んだ。新たに役員になる村上頌樹、大事な役員に選んでいただいたというのは光栄です。もっとしっかりしてチームのために何かできることがあるのであればしていきたい。中野選手会長リーグ連覇、日本一連覇頼みます。中野会長、アレンパお願いします。一気に若返り、会長の鹿野選手頑張って引っ張ってって。おめでとう、近お疲れ様。いいですね、一致団結。村上投手、役員に手なぜか一人受けてしまった。おばたん、その若さで役員って。匠あっちん頑張れ。アレンパをした時の中野選手会長の挨拶、今から楽しみです。来シーズン若さに期待しています。今年の優勝、日本一メンバーが中心になったね。まだまだ強くなるとチームだし、若いメンバーの中心の中野選手がぐいぐいと引っ張っていってください。中野新選手会長、湯浅新副会長頑張ってください。村上くんと小畑くんの役職は会計初期、新たな時代かな。まだ近本でよかったのではと思う自分がいる。みんな年齢が若くてよい、来期球団のために頑張ってください。若いな。しかし匠チャーハー選手会なら湯浅くん、副会長小畑くんの役員、そして健人は名誉のままか笑い、好きな選手ばっかで嬉しい。社会人、独立リーグ、大卒、高卒と入団時の経歴が多岐に及んでるのがいいなと思った。おう、WBC コンビが選手会長と副会長なんですね。村上投手と小畑選手もまだまだ若く将来有望ですね。他球団知らんけどメンバー若すぎだろ。わらわら、一気に若返ったな、さすが。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。